皆さんおはようございます。爆発サザエです。人生後ろ向き画像で前回に引き続きバイク遍歴を語っていきたいと思います。前回お話しした複数台持ちの話、一回ちょっと振り返るわけなんですけども、 XS250 にまた乗りたいっていう話をですねさせていただきたいかなと思うんですけども、XS250 ってですね、現代のバイクから考えると250の割には馬力がある方だったんですけども、まあ昔はですね、まあ上に400同じ形で出てて、それで、まあ、250だとどうしても重い印象はあるんですけども、モーターサイクリストでですね、私バイクを売り買いすることが多かったんですけども、エンジンをカスタムして、それでノーマルで売っていらっしゃる方がいて、でそれを購入したんですね。当時ですね、メーカーから発売された新車を小売店さんがカスタムして売ってるっていうようなのがあって、例えて言うと上東川崎だったらですね、 KH に、まあ、SS の部品を仕込んじゃおうみたいなのとかですね、ドクタースダですね、ドクタースダは GSX にハイカム仕込んじゃおうとかですね、あとは石井ですね、石井はポート研磨しちゃってるやつとかですね、そんなのがドノマルの格好でエンジンだけいじったものっていうのが売られてて、まあそれと同じような感じですね。で、シグナルグランプリになった時にですね、もうすでにその頃レーサーレプリカっての結構あったんで、ぶっちぎりで勝つっていうんじゃないんですけども、一生懸命頑張ってらっしゃる、まあすぐ後ろにびったり張り付いてですね、おかしいな、なんでこいつまだおんねんみたいな感じで見られるのがですね、快感になってました。それで XS250 の魅力のもう一つは20リッター入るガソリンタンクですね。燃費がいいことも相まってですね、1回満タンにすると1ヶ月持つみたいな、そんな感じのバイクでした。その燃費とタンク容量にですね、甘えすぎたのかもしれないんですけども、実は長いバイク人生の中で初めてガス欠を経験したオートバイでもあります。中央高速道路をずっと走っててですね、首都高へ入るところだったんですが、ガス欠になっちゃいまして、それでなんとか持つかなと思ったんですけども、結局降りらんなくてですね、路側帯にバイクを止めて、当時はまだ携帯電話なんてない時代ですからね、インターホンですかね、かけれるのがあって、事故を起こした時とかそういう時にかけれるやつなんですね。それにかけてですね、ガス欠しちゃったんですけどっていう話をして、そしたら近くのガソリンスタンドを教えてくれまして、そこまで、高速道路をですね、横タラップタラップというか階段があってですね、それを降りて、それでそこまで歩ってってガソリンスタンドでポリタンを借りてですね、それにガソリン入れてオートバイまで行って入れて、それでなんとか帰ってきたっていう思い出があります。今では考えられないですね、そのガソリンスタンドで容器を貸してもらってっていうのを考えらんないし、原点確かあの頃はまだなかったと思います。で、そんなんでですね、お咎めに会うっていうこともなく、なんとか無事帰れたんですけども、そんな思い出がございます。 XS250 はちょっと思い出があるんですけども、まあ母が亡くなる晩にですね、まあ私、まあ、母が入院してる病院に雨ちゃんじゃんの中ですね、まあ XS で行って、それで母危なかったんで兄弟で交代で泊まるみたいな、それで自分の番だったんですけども、でまあずぶ濡れになりながらですね病院へ着いて、でそのあったかくなってくると眠くなるで、こううとうとしちゃったんですね。まあうとうとしちゃってたら、母の酸素をですね口に当ててたもんが外れてて、それで声をかけて戻そうとしたら意識がないんですね。それで看護師さんとお医者さんと、この、多分危ないですねっていうお話をいただいて、それで家族に連絡取って、その日の、まあ、明けて翌朝ですね、亡くなっちゃったわけなんですけども、
まあ、そんなのもあってですね、とても XS っていうのは自分の中では思い出深いバイクとなってました。